もしもし、生きてる？やばい、人類殺したなんてバレたら、僕死刑になるかもしれない。あ、目開けた。気分はどう？どこか痛んだりしない？僕のことわかる？あーよかった、生きてた。本当にびっくりしたよ。殺しちゃったんじゃないかと思った。僕は決して怪しいものじゃないよ。君を鈍器で殴ったんでもないし、崖から突き落としたんでもないし、自動車で引いたわけでもないから。それじゃあ僕が一体何者なのかっていうと、まあひょんなきっかけで君の精神に入り込んじゃったってだけの精霊なんだよね。こいつ一体何なのとか、この状況は何事なのとか突っ込み入れてくれるとありがたいんだけど。ねえ君、本当に大丈夫？僕のこと見えてる？うわ、要望通り冷静な突っ込みありがとう。でも僕別に変な子じゃないから。君とは存在のあり方が違うだけだから。だって精霊だし。はあ、とりあえず僕のことは認識できてるようで何よりだよ。それにしても君、落ち着いてるね。もし君が目覚めたら。キャー！ここはどこ？あなたは誰？ってなことになると思ったんだけど、まさか記憶だけじゃなくて人格まで飛んじゃったのかな。大変だ。とりあえず最初から説明するね。僕はオリオン、とある別世界から来た精霊さ。で、ちょっとした用があって人類の世界に向かってるところだったんだけど、その途中で君の精神と衝突してね。僕にもよくわからないんだけど、何かの加減で君の心の中に閉じ込められちゃったみたいなんだ。そして君はその衝撃で意識を失ってたみたいだね。で、その言いづらいんだけどさ、実はその時ついでに君の記憶も飛んじゃったみたいなんだよ。いや参ったね。ごめん、ここどんどん突っ込んで。今君の常識にないはずのことをいっぱい言ったはずだから、お願い、スルーしないで。え、本当に？そっか、そもそもいきなり変な空間で目が覚めて人外の存在がベラベラ喋ってるんだもんね。こんな異常な状況じゃ何言われても信じるしかないよね。僕の不注意で本当にごめん。君の記憶を戻すためなら何でも協力するよ。っていうか、そうしないと多分僕君の中から出られないんだよね。はっきりとは分かんないんだけど、多分僕は君の消えてしまった記憶の部分に閉じ込められてるんだと思う。僕が君の精神に入り込んだ分、君の記憶が押し出されたってイメージしてもらえばいいかな。
だから君の記憶が戻れば今度は僕の方が押し出されると思うんだよね。もしかしたら他にも方法があるのかもしれないけど、今はそれ以外方法が思いつかないんだ。記憶喪失にさせちゃったことは本当に申し訳ないと思ってる。だから一緒に記憶を元に戻そう。よかった、ありがとう、分かってくれて。でも本当なら、歯食いしばれとか言われてもおかしくないとこだよね。君って理解が早いんだね。頭が柔らかいっていうか。うん、こういうのもなんだけど、閉じ込められたのが君のところでよかったな。とにかくそういうことで、これから僕と君を協力して君の記憶を取り戻さなきゃいけないんだ。僕にできることなら何でもするって言いたいんだけど、実はいろいろと制約があってね。僕は人類に干渉できないんだ。君に触れることもできないし、君が僕に触れることもできない。そもそも君以外の人間には僕の姿は全く見えないし、声だって聞こえない。だから聞き込みすることも君の代わりに働くこともできない。さらに言えば君から10メートル以上離れることもできない。何でもするって言ったけど、結局君を応援するくらいしかできそうもないんだ。いや、それでもね、誰もいないよりはマシだと思うんだよ。僕だけは何があっても絶対君の味方だから。犯人はオリオンだったりしないことは保証する。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。これから一緒に頑張ろうね。で、あのさ、本当に何も覚えてない？名前は？名前くらいはなんとなく思い出せないかな。君の名前？そっかそっか、それだけでも分かるなら上出来だよ。よし、それじゃあここにいても仕方ないし、とにかく君の世界に戻ろう。え、ここはどこなのかって？それは説明が難しいんだけど、パラレルの中間、そういう表現が一番近いと思う。この世にはあらゆる可能性がある。そしてその可能性の数だけ平行世界が存在する。例えばある世界の君は学校に通っているかもしれないし、別の世界では働いてるかもしれない。ここは平行して存在するいくつもの世界のどの世界にもつながっていない平行世界の隙間。平たく言えば君は今世界の隙間にチューブラリンの状態でいるんだ。でも僕には君がどこの世界から来たのかは、あ、でもどの世界も君のいた世界であることに変わりはないよ。平行世界に正解不正解は存在しないからね。だから君が本来いた世界へ戻って記憶を取り戻そう。そうすれば友達に話を聞くとか、携帯の履歴を見るとか、記憶を取り戻す方法はいろいろあるよ。あ、でもちょっと待って。相談する相手だけは十分気をつけて。人類は凶悪で残酷な生き物だからね。よほど信頼できる人以外には記憶喪失なんて言わない方がいい。ありもしない記憶を植え付けられるかもしれないからね。俺はお前に100万円貸してるんだからちゃんと返せよな、とか。そういうことを言われても本当かどうか判断できないでしょ。最低なダメ男を彼氏だって紹介されて本物の彼氏を奪われるかもしれないし、無職だって言われて信じてるうちにバイトをクビになったりとか、はたまた縁もゆかりもない奴が親友を名乗ってマルチ商法に誘い込んできたり、最終的には落ちるところまで落ちて気がつけば外国行きの船で輸出されてるかもしれないね。そんなことになったら困るでしょ。
もね、逆に考えてみて。運よく優しい人に接触できて記憶喪失ですって教えたとする。そうしたら君はどうなるかな。順当に考えれば記憶がありませんなんて言ったら強制的に病院行きじゃない。記憶が戻るまで保護って名目で病院とか家とかに軟禁状態になるんだろうね。多少は外に出るにしても基本閉じこもることになるでしょ。普通はそれでいいんだろうけど、君の場合はそれじゃ困るの。君の記憶は脳や精神のトラブルでなくなったわけじゃないよね。僕っていう存在によって押し出されてしまったものなんだ。だから病院や家で保護されても君の記憶が戻るわけじゃないし、むしろ刺激がなければ悪化する。病室で誰とも会わずにぼーっと過ごしてたらいずれひどいことになるよ。それこそ水の飲み方とか呼吸の仕方とかすら忘れてくかもしれない。そんな恐怖のバッドエンドを回避する明日のためのその1、情報収集。できるだけ積極的に人と会って元々の自分がどういう人物だったか探るんだ。自分が何者で、家族は誰で、どんな交友関係があって何をしていたか。そうやって情報を増やして記憶の外堀を埋めていくんだよ。そうすればきっとそれがトリガーになって君の記憶は戻っていくはずだ。そうしていくうちに今度は僕が押し出されて君から分離できるはずなんだ。今の状態じゃすごくリスキーだけど、それが一番確実な方法だと思う。ごめん、不安にさせる話ばっかりしちゃったね。でもまあ、まずは家族に相談すればいいんじゃないかな。精霊が精神に住み着いたって言って信じてくれるとは限らないけど、後のことはそれから考えるとしよう。さあ、それじゃあ君の住む現実の世界へ戻ろう。やり方は簡単だよ。目を閉じて思い浮かべるんだ。記憶を失った君が何かを思い浮かべることができたなら、それが君の望む世界だよ。ただその世界は複数あると思うから、君がこれだと思う世界を選択して。怪我ってわけじゃないみたいだけど、動こうとするとちょっと痛いね。入るぞ。あ、誰か来た。おい、いつまで寝てるつもりだよ。もう10時なんだけど、寝ぼけすぎだろお前。え、だって入院患者だよ。寝てて当然じゃないの。この人病院の人じゃないよね。君の知り合いかな。何ぼーっとしてんだ。目覚ましてやるよ。ちょ、ごめん、君とつながってる感覚遮断させてもらいます。あの、君大丈夫？ごめんね、何もできなくて。嫌なら抵抗した方がいいよ。っていうか、いつまでキスしてるつもり？
何なんだよ。今日は恥ずかしかって暴れないの？嫌がられないとやめ時わかんないんだけど。おとなしくしてるなら先進むぞ。いいのかよ。ちょっとそれは本当にご勘弁ください。この子あなたのこと覚えてないんで。僕が叫んだところで聞こえないってわかってるけど、ねえ本当大丈夫？マジで寝ぼけてるな。俺退院手続きしてくるから、それまでに着替えておけよ。戻ってきたら声かけずに入るぞ。じゃまた後で。行っちゃった。はあ、びっくりした。とにかく今の男は君の彼氏みたいだね。っていうか、もし彼氏じゃなかったら入ってくるなりキスなんて大問題だよ。彼氏なら当然なのかもしれないけど、君は全然覚えてないんだし、無理することないんだよ。あ、それよりまずは着替えないと、あの人に着替えを見られちゃう。そういえば退院手続きしてくるって言ってたよね。君もう退院するところなんだ。いきなり入院中とは言っても、思ったより状況は最悪じゃないみたいだね。退院手続き代行してくれるくらいなら、あいつは相当親しいんだろうし、本当に信頼できる人間なら記憶喪失を隠すこともないだろうし、意外と先は明るいかもしれないね。っていうか、なんで彼氏が退院手続きしてくれるんだろう。あいつも君も高校生か大学生くらいだろうし、普通は親がやるもんじゃないの？いや、まあ退院させてくれるなら何だっていいけどさ。あ、とにかく着替えようか。体痛むだろうから。置いてあった服着れた？よく似合うね。うん、かわいい。さて、あとはさっきの男が帰ってくるのを待つだけだけど。ただいま。着替えた？はっぶな。もうちょっと着替えるの遅かったら完全に見られてたよ。確かにさっき声かけないで入るって言ってたけど、普通本当にノックしないで入ってくる？親しき仲にもって言うよね。ここはビシッと文句言っとく？だからさっきしないって言っといただろ。文句ならその時言えば。なんか本当に様子おかしいな。退院して大丈夫なのか？いやいや、大丈夫です。だよね。ん？あれ、お前朝の薬飲んだ？ゴミ捨てた様子ないけど。あのさ、お前痛くないの？どうやったら毎日飲んでる痛み止め飲み忘れるんだよ。さっさと飲めよバカ。荷物片付けてるから。言葉がザクザク刺さる。でも一応心配してくれてるのかな。とりあえず世話は焼いてくれてるみたいだし。あ、とにかく痛み止め飲もうか。痛いのは確かだしね。カバンの中にあるそれかな。意外と片付いてるな。棚の中も空だし。お前昨日自分でやったの？え、ああ本当だ。記憶を失う前に君が自分でやったのかな。とりあえずここはうなずいておこう。っていうか余計なこと言えないからうなずくしかないよね。特にやることなさそうだし、もう行くか。あ、看護師にはさっき挨拶してきたから。家まで近いけどタクシーの方がいいよな。なあ俺、お前の家の周りよくわかんないから。え、家？で、お客さん、どこへ行きます？無茶ぶりきた。口で言えよ、しょうがない。あ、すみません、場所をうまく言えないんですけど、とりあえず寄進母親の方にお願いします。あとは曲がる場所を指示しますんで。かしこまります。ふう、なんとか切り抜けた。記憶喪失って想像以上にハードだね。
彼が言った行き先の名前に心当たりとかありそう？家に着けば何か思い出せるかな。ここが君の家か。家族と一緒に住んでるのかな、それとも一人暮らしかな。あ、まさかこの男と同棲？何自分家に見とれてんだよ。行くぞ。おい、どこまで行くんだよ。あ、やばい。鍵出さなきゃだよね。カバンの中探してみて。もしかして鍵出そうとしてるわけ？俺が預かってるだろ。どうやったら忘れられんの？しまった。怪しまれちゃったかな。ワンルームか。君一人暮らしみたいだね。ってダメダメ、キョロキョロ見回したら怪しまれるよ。なあ、片付けはやるからお茶入れて。なんと、怪我人をこき使うつもり？退院の許可が下りたってことは最低限の日常生活はできるってことだろ。倒れたらベッドまで運んでやるから、俺がいる間にリハビリしろよ。なんてスパルタ式なの。仕方ない、お茶っ葉探そうか。ってこの場合のお茶って何茶のことだろう。緑茶、麦茶、紅茶、もういっそ直接聞いちゃう。別にいいけど、なんで突然そんな気取ったもん出すの。たまにはそんな気分なのね。ま、いいけどさ。はあ、彼いつまでいるつもりなんだろう。なんか人んちの荷物手際よく片付けてるけど、この家の鍵を預かってたわけだし、もしかして入院中の世話全部彼がやってくれてたのかな。ってどういうこと？親は何してるんだ。親は。まあ今はとりあえずお茶入れよっか。大体片付いた。着替え類は触ってないから自分でやって。お茶入ったか、テーブルに持ってこいよ。サンドイッチ買ってきてるから。朝から何も食べてないんだろ。とにかく何か腹に入れろ。言い方はきついけど、いろいろ気遣ってくれてるのかな。とりあえずごちそうになろうか。聞きたいことはいっぱいあるけど、何聞いてもすぐに見透かされそう。絡むの難しいね。なあ、もうこんな時間か。俺帰るわ。やっと帰ってくれる。この緊張から解放される。そろそろお前限界だろ。一人の間は誰も面倒見られないんだから、横になっとけよ。な、明日も来るから。だってお前様子おかしいし、俺は一日くらい予備校休んでも平気だから。あ、予備校生なんだこいつ。じゃ、また明日。あ、鍵はキッチンカウンターの上に置いといた。明日は普通に客として来るから寝坊するなよ。やっと一人になれたね。なんかすっごく不審がられてた気がするけど、とりあえず病院に連れ戻されるのだけは避けられた。はあ、それにしても疲れたね。今朝まで入院してたんだもん。疲れるの当然だよ。あいつ無理させすぎじゃない？部屋の中も探ってみたいけど、もう体が限界みたいだね。横になって休みながら携帯のチェックしようか。カバンの中身は、あれ、携帯ないよ。なんで？今時の若者が携帯持ってないなんてことあるの？あ、病院にいる間は必要ないと思ってどこかに片付けといたとか。家探ししたいけど、とてもそんな体力はないよね。あ、とりあえず財布の中だけでもチェックしよう。身分証があるかもしれないし。あ、あるある。茗荷大学心理学科1年。ふーん、大学生なんだ。
さっきのあいつは明日予備校だって言ってたよね。あいつは浪人したのかな、それとも年下なのかな。同年代くらいなのは確かだけど、今日一日喋ってたのに未だに名前もわかんないよ。でも家の鍵を預けておいたり退院の手続きを頼んだりしてたわけだし、記憶を失う前の君があいつを信用してたのは間違いないよね。でもこれって普通彼氏に頼むことじゃない。よっぽど家族同然に付き合ってたのかな。ちょっと様子を見てみて、本当に信頼できそうなら記憶喪失を打ち明けてみるのも手かもね。あ、本当に仲が良かったなら家のどこかにアルバムとかその手のものがあるかもしれない。でもちょっと体力の限界かな。続きはまた明日にしよっか。とにかく今日はお疲れ様。明日も分かんないことだらけだけど頑張ろう。来た。あ、昨日の男だ。って来るの早すぎでしょ。まだ9時前なんだけど。ちょっと待っててもらって急いで身支度しよう。遅い。寝てたな。家に帰ったからってだらけるな。病院にいた時と同じように生活する方が体にいいに決まってる。だから昨日寝坊するなって言っただろ。え、もしかしてそのために朝早くから叩き起こしに来たの？どんな厳しい生活指導だよ。入るぞ。これ、あ、これ、朝飯買ってきた。それと、聞きたいことあるんだけど。入るぞ。ま、聞きたいこと？今日で付き合って1年になるよな。何かしなくていいのか？え、そうなの？なんでいきなりそんな記念日に出くわしちゃうんだ。太るからやめとけよ。お前丸顔なんだから肉つくとすぐ太って見えるぞ。な、乙女に向かって言ってはいけないことを。で、もう一つ質問。俺昨日からお前に名前呼ばれてないんだけど、なんで？え？いつもしょっちゅう呼ばれてる気がするんだけど。てか、普段は俺が邪険にしても犬頃みたいについてくるくせに、昨日ずっと帰らせたがってたよな。うわ、バレてる？で、聞きたいんだけど、お前俺の名前覚えてる？いきなり確信をつかれた。覚えてないんじゃないかって疑ってるからだよ。決まってんだろ。ふーん、そう、やっぱり覚えてないのか。いや、本当にど忘れだよ。病院に戻すのだけは勘弁してね。な、ちなみに付き合い始めてからはまだ3ヶ月だから日付なんて覚えてないし。はぁ？てめえ、引っ掛けやがったな。なんで隠したがってるのか知らないけど、もうしらばっくれても無駄。隠してるのは間違いないから、聞いても言わないだろうと思って鎌かけた。何ですと？記憶混乱してるんだろお前。てか隠せると思う方がおかしいだろお前。記憶混乱しててもバカなのは変わんないよな。俺がお前と付き合ってるってすぐ分かんなかったの。様子が違ってても隠し通せるってね。バカ。そんなに心込めてバカなんて言わなくても。朝からおかしいと思ってたっての、一時的に混乱してるだけならそのうち治るかと思って様子見てただけで、なんで隠してたんだよ。わかった。じゃあ病院には絶対戻さない。え、いいの？それでもう隠す必要ないんだな。で、どこまで理解できてるんだ？自分の名前は分かってるか？年齢とか立場は？それは大丈夫だよね。身分証見たし。ん？なあ、
身分証があったのか。てか、身分証がないと名前もわかんないくらい混乱してるのか。じゃあ、一から説明するけど。俺の名前はシン。お前とは子供の頃からの知り合いで。まあ、いわゆる幼馴染か。3ヶ月前からは付き合ってた。歳は1個下、高3。年下だったんだ、偉そうなのに。お前の両親は海外に赴任中。入院直後には一回帰ってきたけど、もう向こうに戻った。で、その代わりに俺が鍵と金を預かっていろいろ面倒を見てた。親も俺のことはよく知ってるから。ああ、なるほどね。単なる彼氏にしてはいろいろ任されすぎって思ったけど、なんか納得。幼なじみで恋人だったら、そりゃ親も信用するよね。きついけど真面目そうなやつだし。いっぺんに話しても混乱するだろうし、とりあえずこんなとこか。他に気になることあるか？ああ。悪かった。え？俺のせいなんだ。お前が怪我したのも、記憶がおかしくなってるのも、全部。え？ちょっと待って。記憶なくしたのは僕のせいだよ。お前は10日くらい前、事故に遭った。その時頭を強く打ってるんだ。記憶が混乱してるのは、そのせいだと思う。違うんだけど、まあ適当に誤解してくれるなら、その方が都合いいか。事故のことは、悪い。俺もまだ気持ちの整理がついてないんだ。とにかく、全責任は俺にある。怪我のことも、記憶がないならそのことも、全部面倒見るつもりでいる。おばさんとおじさんにも、俺が面倒見るって約束して、鍵を預けてもらった。申し訳ありません。全部俺の責任です。俺がもっと気をつけてればこんなことにはなりませんでした。本当に申し訳ありませんでした。どんな形でもいいから償わせてください。シン君、私たちは君のせいだなんて思っていないよ。あ、ねえ、今の過去の記憶じゃない？シンがご両親に謝ったところだよ、きっと。真の言葉をきっかけに記憶が蘇ったんだね。よかった。やっぱり完全に忘れてるわけじゃないんだ。どうかしたか？うん、嫌なところ思い出すな。お前、もう少し格好つけてるとこを思い出してくれよ。大丈夫だよ、割と格好良かったよ。よかった、一応思い出せるんだな。もしかして昨日の朝君の様子がおかしいって気づいてから、シンはずっと気を張ってたのかな。そうだよね、彼女が記憶ないんじゃないかって思ったらショックだよね。厳しく見えたのもシンが緊張してたせいかもしれないね。お前動けそうか？その辺歩いてみようぜ、何か思い出すかもしれない。そうだね、見慣れた風景を見れば記憶にも刺激があるかもしれない。行ってみよう。この辺がお前の実家のあった場所、思い出せない？あ、そう。あそこが俺の家、お前の家からはすぐ近くだから、何かあったら直接来い。次バイト先、歩いて20分くらい。ちょ、やっぱり用じゃないんだけど。昨日まで入院してた女の子を連れ回しすぎじゃない？っていうか家がすぐ近くって、昨日この辺わからないってタクシーの行き先説明させてたけど、もしかして1周年記念日の話みたいにあの時もカマかけてたの？体痛くなってきた、いいよね。もう無理か。じゃあ店入るか。そこがお前のバイト先だから。はあ、綺麗なお店。へえ、君ここでバイトしてるんだ。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。ん？
ご主人様、お嬢様？テシン、お前ね、彼女昨日退院じゃなかったの？お前、顔色悪いの、頭の傷、痛むのか？今日は客で来てるんだけど。ああ、そうですか。それは失礼しました。ご注文がお決まりの頃、また伺います。知り合いだったのかな？すごく親しげだったね。今のはトーマ、何か思い出せない。ダメか。じゃあまあいいや。目的の一つは終了。あとは適当に携帯買ってタクシーで帰ろう。携帯？お前さ、携帯ないんだよ。気づいてたか？事故の時壊れたまま。あ、それでカバンの中に携帯が入ってなかったんだ。病院にいる間は安全だったけど、今は緊急の時に俺と連絡つかないと面倒だろ。俺には女の携帯なんかわかんないから自分で選べ。せっかくここまで来れたんだし。てか、ダメそうなら途中で帰るつもりだったんだけど。そういえば、今のお前あんまり文句言わないよな。もしかして無理してたのか？とてもそうは見えないけど、変な意地張らなくていいよ。不満は口に出せよ。言わなきゃ分かんないから。言われない不満を分かってやるつもりもないし。なんで今さらこんなことお前に言わなきゃなんないんだろうな。そういう細々とした折り合い方、10年以上かけて積み上げてきたはずだったのに。説明しなきゃ分かんないってピンとこねえよ。今ここにいるのは俺の知ってるお前なのか、そうじゃないと思って扱った方がいいのか。はぁ、あの事故の時お前が死んだかと思った。すげえ怖かった。昨日お前の記憶がおかしいって気づいた時にも、なんか気づいてきたもんがガラガラ崩れていく気がした。思い出せるよな？全部なくなったりしないよな？ま、何が起こったとしても結局は俺のせいなんだけどな。ただいま。疲れた。大変な目にあったね。おかげで携帯はゲットできたけど、あいつやることなすこと強引すぎだよ。とりあえずこの携帯を見て分かった重要な事実、今日は8月2日です。8月にしては随分涼しいよね。人類社会は最近異常気象続きだって聞くけど、本当なんだね。まあ新しい携帯に連絡先が真の分だけか。情報源にはなりそうにないね。まあ明日もあいつが来るみたいだし、ある程度任せておいてもいいんじゃないかな。怪我で体が動かしにくいのは辛いけど、それ以外はまあ割と順調に進んでるよね。信頼できそうな相手に記憶喪失を相談できて、病院には行かないって約束もしてもらって。うん、未来は明るい。この調子ならすぐ記憶が戻るよ。明日も頑張ろうね。でもあいつ自分のせいだと思ってるからあんな深刻な顔してるんだよね。説明したところで理解されるわけないけど、誤解させたままなのはちょっとだけ申し訳ないね。